日本工業大学保存の2109号のメーカーズプレートダブスはかつてイギリスのグラス号に所在したヘンリーダブスが1863年に設立した機関車メーカーである。1903年にシャープ・スチュアート社、ニールソン社と合併してノース・ブリティッシュロコモティブとなった。ダブスによって製造された機関車は現在でも保存されているものがある。 保存機のうち11両はニュージーランドの鉄道向けのものであり、他に南アフリカの鉄道向けのものと満島のマンクスノーザン鉄道向けのものが多数ある。1873年に製造された車軸配置0から4から0の A クラスのうち4両が保存されている。A64 と A67 はニュージーランドの保存鉄道で運行できる状態にある。A62 は 個人所有で煙室がボイラーから取り外された状態にある。A66 は生体保存されていた建物が火災で焼け落ちた際に被害を受けたが現在の所有者は動体保存に復元しようと努めている。C クラスは全部で16両のうち5両のみがダブス製であるが保存されている2両が共にダブス製である。シルバーストリーム鉄道で運行されているものは 1875年に購入され当初は、車軸配置零から四から零であったが購入後すぐに、零から四から二に改造されたもので、その状態のまま保存されている。もう一両の CE クラスは、西海岸のバラーケ渓国に打ち捨てられていたものを1993年に、ウェストポート鉄道保存協会が修復したもので、現在完全な運行状態に戻すことを最終目標として、 復元作業が進められている。車軸配置0から6から0の F クラスのうち、1878年から1880年までに製造された5両が保存されている。現在百163と百185が運行可能な状態にある。会111は1980年にボイラーが廃棄処分となり、所有者のオーシャンビーチ鉄道では現在、 修復中である。オーシャンビーチ鉄道は、会150も所有しているが、アシュバートンにある、プレーンズビンテージ鉄道へ1986年から貸し出されており、現在のところ修繕されておらず一部が分解されている。会230は、工業用の専用線で使われている時期に、車軸配置を0から4から2へ改造されており、現在ハミルトンレイクパークで、 ボロボロの状態で生体保存されている。全部で88両の F クラスの中には他にも保存されているものがあるが他のメーカーの製造である。ただし、会233もダブス製であるとする文献もある。ノルウェー国鉄のクラスと NT1 として1894年に製造されたナンバーワンとナンバー2は、 ノルウェーのセテスダル博物館鉄道で保存されている。ナンバーワンは1962年にセテスダルでの通常運行が終了したことに伴い運行されていない。ナンバー2は1894年からセテスダルで使用され続けており、現在に至るまで通常運行、そして1964年からの博物館鉄道としての使用が続けられている。2005年8月現在、 定期運行を行っている。カナダ太平洋鉄道向け2882年に製造された機関車がマニトバ州ウィニペグのプレイリードッグセントラルという愛好者団体によって保存されている。現在修復作業中であり2006年までに完成する予定である。ありがとうございます。